大崎聖子は、日本の政治家。元アナウンサー、報道記者。自由民主党所属の元北海道議会議員。北海道函館市出身。居合女子高等学校、明治学院大学社会学部卒業。1979年、北海道文化放送に、アナウンサーとして入社。テレビ同心6時30分、UHB イブニングニュース。 UHB スーパータイムをはじめとした各種番組の司会者、キャスターとして活動。1986年にはアメリカ合衆国へ語学留学し一時休職。1991年にテレビ北海道に報道記者として転籍し、北海道の行政、経済を中心に取材。一時期は TVH 同心ニュースの土曜日のキャスターも担当したことがある。 2002年に報道部次長を経て退社。2003年、北海道議会議員選挙に札幌市東区から立候補し初当選。また2008年からは自民党北海道支部連合会助性部の部長も務めている。2019年の同議選は出馬せず、4期で引退した。新女性部長に大崎聖子同議、松尾静江さんは優待。 トピックス自由民主党北海道支部連合会2014年7月6日閲覧ありがとうございます。